はい、どうもヒーローゆうきです。今日は神奈川キャンピングカーフェアに来てます。川崎競馬場です。久しぶりの開催です。川崎競馬場3年ぶりぐらいの開催です。ミリミリランド第26回神奈川キャンピングカーフェア、結構な台数展示されてるんで、まずねこちら入ってすぐがカーショップ373です。こちらアレグロ日産 NV200 バネットのポップアップルーフバージョンのキャンピングカーです。はい、室内見るとねこんな感じ、おしゃれな家の中っていう感じがしますけども、特徴はなんといってもこのエアコンですね。クーラー 12V クーラー搭載で、今これ風が実際出てますね。このぐらいの広さだったらすぐ冷えそうな感じです。車中泊快適クーラー装備で、ポップアップしてるんで上でもね2人寝れて、下でも2人寝れて、4人が就寝できるっていうね、このコンパクトな車でありながら前からも上に行けるし、このここからも上に行けるしということで、上の空間はこんな感じです。ちゃんとメッシュの窓もついてます。家具の作りもすごいおしゃれですね。でここにシンクもあります。でエアコンの長時間利用可能ということで、バッテリーもですね結構大容量の、はい、これですね、ブルエッティのバッテリーを搭載していると、ポタ電ですね、これで稼働しているということです。キャビネットのカラーバリエーションも選べますよと。アレグロのお値段なんですけども、ポップアップすると520万で、ポップアップなしの場合は420万となってます。はい、そしてこちらトレーラーロデオミニ、可愛らしい感じの、まるっとしたサイズのトレーラーです。アメリカのトレーラーですね。2023年7月生産予定車、早期納車実現と。お値段が475万円。タイプ1とタイプ2っていうのがあって、レイアウトが微妙に違ってます。タイプ2が488万円で、アメリカンな感じの内装です。コンパクトなんですけど、中入ってくるとねすごい広々感じますね。対面式になってます。で真ん中にマット入れるとフラットなベッドになると。でルーフエアコンとかもあって、でキッチン装備も充実してます。でここがトイレルーム、シャワーも、トイレとシャワールームですね。みるみるランド、こちらボナンザさんです。トレーラーです。ジェイコ、ジェイフライトトレーラー、ジェイフライト 154BH 600万ですね、お値段で。中を見ると対面式のリビングダイニング、ここもねアメリカンホームって感じがします。アメリカンテイストな内装で、奥がはい、こんな感じですね。はい、こちらナッツ RV さんのブースを見ていきます。まずこちらはリークハイエースのバンコンです。スーパーロングですね。横が、ちょっとね出てます。横が出ていることによってここが横向きで就寝できるようになってます。で、上と下で広いですね。室内空間広いです。上の方が収納棚で、ここめっちゃ広いんで荷物いっぱい詰めそうですね。前の方から見るとこんな感じになってます。リビングダイニング、テーブルを囲んで対面対座になってます。4人5人ぐらいですかね、くつろいで食事ができそうな感じです。でここに上開きの冷蔵庫とシンクがあります。で、ここが水タンク、
はい、リーク2なんですけども7人乗車の終身定員が4名で578万円です。こちらはフィアットデュカトベースのバンコン、今年のジャパンキャンピングカーショーでデビューしたニュータイプです。フォルトナ、フォルトナタイプ M、 6人乗車の2プラス2終身フィアットデュカトバンで1238万円です。足回りはどうなんだろうな、固めた、パワーリフトベッドで電動昇降ベッドということで電動であのベッドが降りてきます。でこれが、好きな位置で止められると、でその下がリビングダイニングになってます。で真ん中にマルチルームですね。ウルトラ断熱システム、断熱もちゃんとしっかりとされているということで、前から見るとこんな感じになってます。で真ん中のマルチルームがマルチルームタイプとクローゼットタイプから選べるようになってます。はい、そしてこの後ろがですねクレアカムロードのキャブコンです。クレア 5.3X ハイパーエボリューションです。7人乗車の6人就寝で1140万円、1000万超えの国産キャブコン、間接照明とかもおしゃれですね、さすが1000万超え。でここが収納でウォークスルーできるようになってまして、上がはい広いバンクベッドです。でちゃんとねバンクベッドの両側に窓もあるので起きた時に外のいい景色が見れそうですね。でベンチレーターがあって収納スペース広々してます。で収納棚の上に間接照明がありまして、で電子レンジもあるし、こっち側の収納ここも広いですね。で、跳ね上げ式のテーブルですね、これ下ろすとここ作業スペースが拡張されます。でその下に椅子で、このリビングダイニングもすごい広いです。大きなテーブルを囲んで大人4人、まあ、5人ぐらいですね、 1,2,3,4,5,6 人ぐらいいけそうか、6人ぐらいがこのテーブル囲んで食事できます。で後ろを見るとキッチンスペース、このガラス蓋を開けますと2口ガスにシンクで、あと、冷蔵庫、これ両開きですね。で後ろのベッドルームがすごい広いです。家庭用エアコン搭載してます。で上には収納もあって、広々としたベッド空間、大人2人がゆったり寝れるスペース。でその下が荷物入れラゲッジルームですね。中からも外からもアクセスできるラゲッジスペースになってます。でここがマルチルーム、マルチルームも広いです。下が防水になってますね、外からもアクセスできるようになってます。ボーダーバンクスです。すごい大きいですね、ボーダーバンクスのハイパーエボリューションタイプ T、 6人乗車の6人就寝でトヨタコースタービッグバンがベースで1665万4000円です。はい、これはもうね迫力あります、存在感があります。1600万、大きいっすね。後ろのラゲッジルームもすごい広いです、荷物がいっぱい入りそうです。で中を見てみると広いですよ、後ろのベッドスペース、階段のところにも間接照明があって、
めちゃくちゃ広いベッドルームで、上の方にはね収納棚がババババって周りに充実してます。でこっちにはテレビモニターもあります。寝ながらテレビが見れますね。で上には間接照明も仕込まれていて、家庭用エアコンもあります。でここ真ん中埋めるとここ全部がフラットになりますね。でここがマルチルーム、トイレとしても使って、トイレとしても使えるし、シャワールームとしても使えるし、下の防水になってます。鏡もついてます。こんにちは、いつも見させていただきます。ありがとうございます。はい、ここがクローゼットになってます。で前側がリビングダイニング、大人4人がこのテーブルを囲んでゆったりと食事ができるようになってます。で広い窓に収納も充実してますし、バンクベッドも広々してます。両側に窓があって、運転席助手席もすごいっすね、広々してます。でキッチンスペースが2口ガラスで、下に冷蔵庫で、こっち側にシンクがあって、この調理スペースもめっちゃ広いですね。料理も快適にできそうです。電子レンジと冷蔵庫も搭載してます。みるみるランド。はい、こちらホワイトハウスさんのブースです。ホワイトハウスさんいっぱい泊まってますね。はい、まずこちらがハイエース、ポップアップしてます。コンパス、ビッツ、7人乗車の5人就寝で636万円。はい、前側が対面式で、向こう側にカウンターがあって、縦開きの冷蔵庫にシンク、間接照明がおしゃれです。で上が、はい、こんな感じですね。ポップアップルーフの中、上で2人寝れて、下でも2人寝れると。後ろがベッドスペースになってます。後ろが2段ベッドになってますね。荷物もたくさん詰めそうです。で横がちょっとね拡張されているので、横向きで寝れるようになってますね。でこちらはドルクです。いいね、これいいね。コンパス、ドルク、黒家具、7人乗車の4人就寝でハイエース、スーパーロング683万5000円です。ハイエース、スーパーロング、前側を見るとこんな感じで対面式になってます。で奥側にカウンターがあって、上を見ると上部収納、そして中央に電子レンジで、下に上開きの冷蔵庫と。かなり広い空間になってます。後ろから見るとこんな感じです。横幅も広いし、背も高いし、広いですね。でこちらも横がですね、ドーンって出っ張ってます。なのでこの拡張された分だけ横幅が広くなって、横向きに就寝できると。この間接照明がまたいいっすね。ベッドスペースも広々で、下もこんな感じでめっちゃ広い空間なので、荷物をたくさん搭載、積載することができます。はい、こちらはステップワゴンのデッキワンです。ステップワゴン、デッキワン、ポップジョイ、6人乗車の3プラス1人就寝です。お値段が615万8000円です。中を見ると今、フラットな状態になってます。ベッド展開されてます。で運転席、助手席くるーって反転して、
でここにテーブル設置できるようになってるんですね。大人2人が余裕で寝れそうな広さです。で電子レンジがあって、後ろから見るとこんな感じです。ここにシンクがあります。であとシャワーが外でも使えて、でここがビヨーンって飛び出してきて、はい、こんな感じですね。でこちら側が跳ね上げ式になってます。こちらマリーンズキャンパー、千葉ロッテマリーンズ仕様の軽キャンです。マリーンズというロゴが入ってます。 N 番梱包のポップキャビン、マリーンズキャンパー、4人乗車の4人就寝です。541万2000円です。ボディがもうねマリーンズ仕様になってます。白に黒のストライプで M と入ってますね。マリーンズキャンパー350万から、まあ、高いのだと530万になってきます。で今、ベッド展開してますね。運転席はくるっと回転してます。で助手席は前ギリギリまでベッドになってます。でこの下が収納スペースですね。結構荷物が入りそう。で N 版なんでピラーレスで、ここの空間、ここがすごい広々してます。荷物の出し入れも楽で、助手席はこんな感じでパターンで畳まれてます。で後ろから見るとこんな感じですね。ここにも M と、で上に収納でポップアップルーフ、メッシュの窓もついてます。で電子レンジがついてて、でこっち側が、シンクですね。シャワーとシンクで、扉じゃない、テーブルがあって、で下はこんな感じ。ここも収納スペースになってます。千葉ロッテマリーンズ、みるみるランド。こちらリンエープロダクトさんのブースです。ハイエースです。アカンチェス、プルマン D、 4人乗車の4人就寝です。ハイエースロングハイルーフ、613万円。ナローボディのハイルーフです。で、ここから入ってって、上開きの冷蔵庫にシンク、そしてテレビで、後ろこんな感じですね。それからお醤油ですね、小さじ2杯です。ここが収納になってます。ちょっと考えて、後ろから見るとこんな感じで、こちら側が対面式になってまして、こっちが2段ベッドになってます。で真ん中が通路、タウンエース。すいません、どうもありがとうございます。また寄ってください、よろしくお願いします。コンパクトバカンチェス、モモ、5人乗車の1人就寝、トヨタタウンエース、512万9000円です。タウンエースなんで、すごいね、コンパクトです。で中を見るとこんな感じです。コンパクトバカンチェス、新しく生まれ変わりましたということで、新たにシンクがついて4ナンバーから8ナンバーのキャンピングカー登録にすることができると。後ろから見るとこんな感じで、結構広々してます。でテレビモニターがあって、電子レンジがあって、上開きの冷蔵庫、そしてシンクがあって、
ベッド展開もしやすそうです。下はこんな感じですね。で上にルーフエアコンですね。はい、こんな感じで乗ってます。みるみるランド。はい、こちらロッキー2さんのブースです。横浜でキャンピングカーのことならロッキー2にお任せということで、 A2 さん、バンレボさん、積層ボディさん、メテオさん、まず A2Z さんですね。アンソニー、大きなカムロードのキャブコンです。後ろがパカッと大きく開いてます。で、これはラゲッジルームがめちゃくちゃ広いので荷物をたくさん積載できると。で上がベッドスペースになってます。アンソニースペンド、カムロード G パッケージ 2800cc ディーゼル4駆で888万円です。中を見るとこんな感じで、入り口入ってすぐのところに冷蔵庫があって、こっちが下駄箱、ではい、ベッドスペース広いっすね。でクーラーがあって電子レンジがあって、上にベンチレーターで、ここがシンク、で広いバンクベッドです。リビングダイニングも広いです。はい、こちらアンナモデル M タウンエスベースです。5人乗車の2プラス2人出身、松田ボンゴバン533万円。中見るとこんな感じです。でハイルーフで上が屋根が高くなってます。で上にクーラー搭載、で後ろから見るとこんな感じです。ハイルーフなのでポップアップしないんですけど、上でも寝ることができるようになってます。でシンクがあって、冷蔵庫この中に入ってます。はい、アンソニーライトです。アンソニーライトは7人乗車の7人出身で、トヨタカムロード766万円です。カムロードベースなんですけど、全体的に見るとコンパクトサイズのキャブコンになってます。取り回ししやすそうですね。入ってすぐのところに冷蔵庫があって、こっち下駄箱で、ここに、はい、クーラーあります。中に入ってくるとこんな感じで、バンクベッド両側に窓がついてます。でウォークスルーしやすくなってて、これクーラーでしょ。で上の方に収納スペース、広い窓、そして対面のリビングダイニング、でこっちがキッチンスペースになってます。ここはシンクで、上に収納扉があって、で後ろが2段ベッドになってます。こちらアレンハイです。デデイン、アレンハイ6人乗車の4プラス2人出身、マツダボンゴトラックです。589万7000円。こちらも、コンパクトキャブコンになります。で中見ると、入ってすぐのところに冷蔵庫で、こっちに下駄箱で、中入ると対面のリビングダイニングになってます。で、こっちがバンクベッドで、ベンチレーターがあって、
後ろが2段ベッドになってます。でクーラーがあってベンチレーターで収納扉とシンク、まあ、コンパクトなんですけどね、もう2段ベッドもあるし広い対面式のリビングダイニングもあるし家族4人でゆったりと車中泊できるようなコンパクトキャブコンです。はい、こちらラクネルです。ホンダカーズ神奈川中さんのラクネル、ラクネル N 版4人乗車の2人就寝で400万円です。電源付き大人2人就寝、4人乗りの2人就寝、電子レンジも使える、断熱処理家電が使える、炊飯器も使えると。でこのバンブー柄、本物の竹を写して、でそこからこのデザインですねしたそうです。おしゃれな外観、N 版なのでここがピラーレスで開口部がすごい広いですね。でベッドが前の方まで、はい、ここまで来てます。これが簡易テーブル、これ何気に便利に使えていいですね。でフラットなベッド広いです。助手席パターンって畳んであって、2列目シートも完全に下までポコンって、でここの空間が空くのでここに荷物いっぱい積載できますね。で後ろから見るとこんな感じになってます。かなり広いですね。で下も結構高さがあるのでここに荷物結構入りそうです。外部充電システム、走行充電バッテリー 1500W インバーターと。でもう一台ラクネルのステップワゴンです。これも見た目がね、外観がすごいおしゃれでかっこいいステップワゴンです。ラクネルステップワゴン5人乗車の2人就寝です。562万4000円。前のこのマットブラックと、そのマットブラックとこのバンブー柄がすごいいいっすね。そしてボディがブルー。後ろ今ね、前側がベッド展開されてます。2列目シートの、背もたれの部分を倒して、その上にこのアルミフレーム、そしてベッドマットが乗ってると。で後ろから見るとこんな感じ、かなり広さがありますね。でテーブルを囲んで足を下ろせる仕様になってます。ラクネルステップワゴン、電気も使えますね。でこちらはバンレボさんの MR です。新型 MR、 バンテック新潟さんの MR ミニバンレボリューション、5人乗車の2人就寝で、ノアお値段が571万9000円薄型 176W のソーラーパネル搭載。ミニバンに充実のキャンピング設備を備えたミドルクラスミニバンキャンパー MR。 2列目シートをこんな感じに倒して、その上に、こちら乗せて、この上にベッドマットを乗せると。で後ろがこんな感じです。でこちらはディアリオです。日産キャラバンベースでポップアップルーフ搭載してます。バンレボさんのディアリオポップタイプ2、7人乗車の大人5人プラス子供2人就寝です。で760万円。
コンパクト&フル装備、ギア量ならば充実装備が標準装備、家具がブラックとブラウン選べるようになってます。で、中を見るとこんな感じです。前側が対面式のリビングダイニングになってて、奥側にカウンターがあって、上開きの冷蔵庫、そして、シャワーもあります。で、ここ電子レンジですね。で、あとコンセントとかソケットとかもあっての、で、後ろがベッドスペースで、上を見るとポップアップしてるので、高さ、上の開放感もありますね。メッシュの窓もあります。はい、後ろから見るとこんな感じです。で、下、はい、こんな感じで荷物もいっぱいね、詰めそうですね。はい、そしてメティオさん、ラクネル、こちらラクネルリリーです。こんにちは、いつも YouTube 見てます。ありがとうございます。ラクネルリリー、ハイゼットカーゴバージョン、電装パックということで、4人乗車の2人就寝です。376万円。この色がすごいポップで女子受けしそうな感じの明るいカラーリングです。ホイールも白、このカラーがいいですね。ラクネルリリー191万円からということで、お手頃価格で買えるっていうのも魅力です。こんにちは。はい、そしてアルミフレームで、軽キャンなんだけども足を下ろせる仕様になってます。中もすごいおしゃれですね。有孔ボードで、ディスプレイ、好きなものを飾っておくことができると。ベッド展開もしやすそうですね。キリンが置いてあります。どれくらいの、まあ、日数とかどれくらいの荷物とか。で、こちら側、反対側に回ってくると、このパカーンって開ける窓、アクリル二重窓と、網戸とシェード付きの窓がついてます。で、後ろから見るとこんな感じで、すごい広々とした室内、結構広いですね。で、こちらはタウンウェイスバンです。ニュータウンウェイスバン、特別使用車キャンパー、アルトピアーノ、265万円です。トヨタモビリティ神奈川さんのタウンエスバンキャンパーアルトピアーノ、5人乗車355万3000円です。運転席、助手席、こんな感じ。このストライプ柄がすごいおしゃれでいいですね。で、後ろを見るとこんな感じになってます。テーブルを囲んで対面式のリビングダイニング、広いです。で、こんな感じでね、キャビネット搭載、これティッシュケースですね。で、アルミフレームで足を下ろせる仕様になってて、ベッド展開もしやすそうです。アルトピアーノに断熱静音オプション追加されましたと。ボディカラーは人気のツートン。でもいいよね、これもね。後ろから見るとこんな感じで、広々とした空間になってます。8月19日放送のバイキングで紹介されましたと。人気ランキング1位、キャンパーアルトピアノ、2位が N 番コンポで、3位がパピー480。そうなんだ。コンパクトなのにキャンプにも行ける、普段使いもできるっていうのがアルトピアノの、特徴になってます。そしてこちらはハイエースです。トヨタモビリティ神奈川ハイエースキャンパー、6人乗車、
513万1000円です。一回オーダーが止まる感じで。あ、そうなんですね。はい、ハイエースプレミアムな冒険へ出かけようということで特別使用車買いたいなと思ってるんですけど、キャンピングカー駐車場とかがまだ決まって325万円運転席助手席はまあ普通ですよね。で後ろ見るとはい、広々とした空間が広がってます。テーブルを囲んでこんな感じね。やっぱりハイエース室内空間広いですね。で後ろから見るとはい、後ろのこのスペースもすごい広いです。荷物がたくさん詰めそうですね。で背の高い荷物も余裕で積載できると。でここに上開き冷蔵庫があってシンクがあってシャワーが外でも使えるようになってます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。みるみるランド。はい、こちらビークルさんのブースです。はい、こちらベッセル J です。9人乗車の3プラス3人就寝です。ハイエーススーパーロングで650万円です。スーパーロングなのですごい大きなボディになってます。で中を見ると運転席と助手席パターンパターンって倒れてあってその後ろ側に座るような感じになってますね。でテーブルを挟んでここで対面できると。で上に間接照明で後ろを見ると2段ベッドになってます。で下の方はね、こんな感じで広々してます。で、こちら側にカウンターがあって、まあ、広々と調理できそうですね。上が収納そして後ろがマルチルームになってます。はい、で後ろから見るとこんな感じになってましてここがマルチルーム的な使い方ができるようになっていると。で下がはい収納です。長物もここにドーンって積むことができます。はい、そしてこちらがクッチェッタです。クッチェッタかなと7人乗車の4プラス1人就寝ハイエースロングデラックス535万円で中を見るとこんな感じで中央にテーブルがあってそれを囲むような感じで 1,2,3,4,5,6,7 7人ぐらいが囲んで食事できそうですね。で後ろから見るとこんな感じでね広い空間が広がってます。でここに冷蔵庫があってで跳ね上げ式テーブルとシャワーで、ここが出てくるんですね。飛び出してくるやつピヨーンってシンクが飛び出してきます。でこっち側もピヨーンって引き出しでその下のテーブルこれをこうやってここがドッキングできるとこういうことですね。こういう使い方ができるのが特徴的です。で使わないときはこうやって収納しておくことができるとこれが面白いですね。ビークルさんの特徴です。はい、インディアナ RV さんのブースです。トレーラーですね。トレーラーがいっぱい止まってます。エメロード376牽引免許不要のタイプです。エメロード376の VIP2.0 4から5人就寝です。427万円扉開けたところにこんな感じで、靴を置いておくことができると。で後ろが対面式のリビングになってまして上に収納スペース
そしてマルチルームで、こちら側がキッチンですね。でここが、ダイネット、対面式のダイネットになってて、こっちの上にも収納扉があります。広いですね。はい、こちらもトレーラーです。こっちも牽引免許不要のタイプです。アルバ350、トリガのフランスからの輸入車で、アルバ350、終身定員が3名、421万7000円です。で入ってすぐのところに冷蔵庫があって、シンクがあって、ガス三つ口コンロです。室内がすごい広いですね。ここは、ベッド展開されてます。でベッド展開した状態で、その隣が対面のリビングダイニングになってると。なのでここで食事して眠くなったらすぐこっちで寝れるっていうレイアウトですね。インディアナ 300L、 これも牽引免許不要のタイプです。インディアナ 300L、 3人出身です。360万円。入ってすぐのところが、キッチンスペース、ガスコンロ、シンク、そして冷蔵庫で、向こう側がマルチルームになってて、クローゼットもあって、でここが対面式のリビングダイニングで、真ん中にマット入れることによって、ここがベッドスペースになります。こちらインディ727軽キャンパーですね。上にソーラーパネルも載ってます。ポップアップしてます。インディ727のタイプ L、 4人乗車の4人出身、ハイゼットトラック、537万。で中を見るとこんな感じです。ポップアップしてるので高さもあって、上に2人、下に2人寝ることができます。でこっち側が、キッチンになってます。はい、そしてチョイキャンさんです。キーキャンパー、ソーラーパネル装着車、強力ソーラーで電気使いたい放題ということです。でこちらはアトレ4ナンバー、4人乗車の2人就寝です。で、もろもろいろいろついて415万2000円。中を見るとこんな感じで、広いベッドスペースになってます。オプションなどの選び方により100万円以上安く買うことができますと。結構ね、高さがあるんですよね。で電子レンジなども搭載して、フリップダウンモニターと。でここもちょっとしたスペースがあって、物を積むことができます。サイドオーニングを広げると横のスペースもね、広々としてます。でこちら側がスズキバージョンですね。エブリーの軽キャン、チョイキャンとなってます。こちらも上にソーラーパネル搭載してます。着脱一瞬、換気と送風リバーシブル、窓はめ換気扇、チョイキャン専用ということで、これがですね、ここにファンがあるんですね。着脱簡単、
換気送風リバーシブル、モバイルバッテリーで動かすことができますよということです。で、広いフラットなベッドルームになってます。で、中、はい、フリップダウンモニターが降りていて、で電子レンジなどを積むこともできるようになってます。で、ここに電気装備ですね、コンセントとか電気も使えるようになってます。後ろから見るとこんな感じです。で、このベッドマットの下が収納スペース、結構荷物たくさん詰めそうですね。で、こちら側に電装品が入ってます。はい、こちらオートホームさん、ジファージャパン、ルーフテントです。エアトップ、これはね、水平に展開するルーフテントになってます。なにこれ、エアトップ、結構分厚いマットが置いてあるので寝心地もすごい良さそうなんですよね。で、こっちはパカッと片側に開くタイプになってます。この生地もすごいね、丈夫に作られてて雨の日でも大丈夫と。お値段がこんな感じです、48万4000円。